おはです。やびが閉まってきたね。ね、いつの間にかもう結構差が縮まってました。高間さん、くまさん、ありがとうございます。今日も6時半から1時間ぐらいやりたいと思います。今日もね、6時からできそうなので、6時、そう、夕方は6時から1時間、あ、間違えた、2時間ぐらいやろうかなと思ってます。朝涼しくなったな。ね、めちゃくちゃ最近もう涼しいよね。お昼はまだ暑いって思う時あるけど、でも全然ブロスさん、クマさん、ありがとうございます。6時了解、おはようございます。1時間後に集合ですね。よろしくお願いします。もうやめてよ。ウニさん、クマさん、ありがとうございます。夜だけは気が来た。夜だけはやめてほしいな。でも朝ももうだいぶ涼しいよね。まあお昼もまだ暑いは暑いけど、まあ前よりは全然涼しくなってくれたなって感じ。今日も可愛すぎてお邪魔しちゃいました。ありがとうございます。どうしようかな今日。今ね、ちょっと今日ね、あれを、その夕方の配信でやりたいことがあって、それが2時間で。さあ、なんかちょっと今回そのやりたいこと2時間やったらちょっと少なめかなって思って、そうだから今30分やってで、今日時間はあるんですよ。だからその夕方5時半からやるのはいいかなって思ってて、皆さん5時半って見れますかね。5時は結構仕事終わったばっかの方が多いのかもしれへんですけど、
ナンバーライク最終日は見られると思わんかった、嬉しいありがとうございます。まさかのあの最終日はアミアヤでした。ナンバラちゃんオンライン10月12日と13日の服装とか決まってる。一応表なんて表っていうか衣装のなんか表表っていうか作ったんですけど、あでもそっかオンラインか、オンラインやからあのまたあれに出します、受付前に出しますね。あ、ナンバラ大好きマンさんがたくさん、クマさんありがとうございます。おはにゃーおはにゃー。なんか猫ってさ、なんでさ寝るときはさベッドおんのに起きたらおらんくなって寝やるね大丈夫ですよ、ご飯作ってる、ご飯作ってるの、いいですね。お仕事が10、あ、お仕事18時まで、その後見ながら来てくる、なるほど。そうやね、だけ6時の方が見やすい方は、じゃ見れる方は多いねんけど、そう夕方やる時、夕方やることが2時間で足りるのかっていう思って、どうしようかなって思って悩ましいですね。投げてるからまあいいんだけど、えでもポイントには入るのでありがとうございます、はい、後ろの広岡の長さ、後ろのやつはあれあのロフトコラボの時のやつですね、梅田のロフトコラボの時のあのグッズの入れ物ですあれはそう何以上お買い上げの方の紙袋プレゼントです。え、こう仕事あるのか、お時代は他類もがん少ないから6時代でいいと思う、6時でいいか、まあいいや梅田のロフトなくなるらしいね、あそうなんや、おはよう、うん、ご飯あげたよ、こちゃん、うん、あげた、うん、あげたって梅田なくなるんやろ、なくなるんや、やば、めっちゃでかいのにね、あれ何になるんやろ、ロフトなくなった、最近そう、なんか寝るときにあやみの上か横にゴマが来てくれるようになったんですよ。こうちゃん手が好きなんかな、分からへんけど手をめっちゃ手にめっちゃ近づいてくる、多分猫めっちゃ泣いてるからママが起きちゃったやろな、
長い。何の話してるんやこれ、分からへんわ。普段やってる7時から7時半に配信した方がいい。そうね、でもね、あの時間が間に合わないんですよ。そう、できるだけ6時にしたいんですね、配信を。あの 見れる方多いから。でもそうしようと思ったらこっちを6時半か7時半にするしかないから。ママが起きてる、泣いてる。じゃあ、あやみが一回起きたから、あやみが起きてるから泣いてるんやと思う。人が起きてるってのは分かってるからあげてのいいな。なんでやろ。梅田のロフト近くにガチャガチャの森があるからたまに寄ります。いいね。起きてかそう。ごまちゃんツンやなくなってる。ごまちゃんは全然ツンじゃないよ。もう結構甘えたちゃん。豆は積んどころじゃないな。豆はもう何やろあれ。でもビビってんねんな多分まだ。泣いてるから起きたっぽいな。一番懐いてるのはごまちゃんかな。ごまちゃんがなんやかんや、なんか麦ちゃんは、まあ、いつもずっといる感じって感じ。あ、じゃあママあのさ、夕方の配信さ、今6時からの予定やんか。でもさ、もうちょっと長くやりたいからさ、今30分にしてさ、夕方2時間半にすんのいいかな。いいよな。え、じゃああの何その、うん、見れるか見れないかみたいな感じで。うん、それ聞いて。まあ何に、うん、まあまあ分かんない。いいよね。そういうこと。あ、まだロフトの話か。めちゃんが猫ちゃんの話するか。うちの猫ちゃん起きちゃったよ。かわいい。鬼怒川のドン麦、最近鬼怒川のドンやから、一番最初に来てるし、一番年上やし、一番で多分でかい。8時の壁つらいな。ほんまに8時の壁。あれか、今日があれか、一旦何中間発表みたいな時やんな、今日終わったら。いや、まだ明日も5時かららしいね、イベント26の5時から15時から16あ間違え17時からまたイベントスタートやって。
夕方、そう、夕方が30分長くなります。が2時間やったのが2時間半だった。5時半だから見れる人もいるやろうし変わらんじゃね。じゃあ5時半かな。じゃあまた X で言いますね、配信前に。最近は涼しいから窓を開けてたら網戸に飛びついて壊しちゃいました。あーね、網戸は一回ね、網戸にしてたら破られて外出ようとしたので、もううちの家は開けれないということがもう分かりましたね。でもビビリのくせに外には興味があるからさ、今日は20時までが前半戦終了です。だから今日はね、ハンデって感じでやる。そう、時間の壁がみんな同じです。今日は皆さん夕方はよろしくお願いします。中間1位なら確実にライブに出るのが確定。なるほど。あ、オッケー、なるほど。今日は少し暑くなるらしい。マジか。わざと。じゃあ明日の朝またボール投げ放題。そうだね、そうなります。はい、明日の朝また投票モードになりますね。イベントやってないから。猫ってなんで散歩させないんだよね。確か一般的にはさせないね。でもこの前あれよ、見たよ、散歩してる子、散歩に行ってる猫ちゃん、あのほんまにワンちゃんみたいに首輪とリードをやったっけ、つないで散歩してる猫ちゃん、いたいた。すごっ、もう190万ポイント。皆さんありがとうございます。もうすぐで200だ、もうすぐで。ありがとうございます、本当に。爪があるから網戸突破できるとか、そういうこと。爪でビリって破られて、でそのとか出て、いやー、なんかめっちゃみんな始まった。今日は雨予報ですね。雨予報か。でも秋とかさ、もう冬の雨ってさ寒いだけやん。ちょっとジメジメが夏よりさ減るから、それはそれで嬉しい。梅雨のジメジメ、梅雨の季節の雨とさ冬の季節の雨が全然違う。明日朝は何やっても時間カウントされる。そうですね、何や、もうイベントがまだ始まってないっていう状態になるので、猫用の、猫ちゃん用のハーネスが最近言ってるから お散歩させやすくなってる。ああ、なるほど。あ、猫ちゃん用とかあるんや。YNN でペット自慢配信とか生配信とかしてほしい。もうペット自慢生配信はリモートしか無理だな、うちの場合。あれやな、生配信じゃなくて収録でその猫ちゃんたちの動画を、あの自分ちの
ペットの動画を撮ってそれで収録なんか編集してつなげるみたいな感じならいけそう。え、そうなん？期間ランキングのクリア区切りなだけで21個も明日も朝も総合ランキングの、え、どうなんやろ、もう分からへん。やだな。待って、もうそうそう男女読まないと。うん、よし、総合ランキングは最後の期間まで。え、じゃああれ、今日はみんな8時のさ壁あると思ったのにないってことをみんな、え、悲しい。なんだ、舞踏しか OK です、ありがとうございます。じゃあ男女を読みたいと思います。いきます。きます。13位デベルノイドさん、ありがとうございます。12位大野人さん、ありがとうございます。11位きびだんごさん、ありがとうございます。10位ムージュさん、ありがとうございます。9位みかんやさん、ありがとうございます。8位めいさん、ありがとうございます。7位おやじさん、ありがとうございます。6位ブロスさん、ありがとうございます。5位マサノンさん、ありがとうございます。4位ウニさん、ありがとうございます。3位ジョーさん、ありがとうございます。2位タカマサさん、ありがとうございます。そして1位はナンバラ大好きマンさんでした、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。15日です、今日。はい、今日は25日水曜日。はい、でナンバラ頑張れスキマンさんでした。はい、アバターはどうしますか、このままにしますか、ねまるくんにしますか。このままで了解です。はい、ねまるくん、ねまマルくん、しっぽ、足、しっぽで、顔ドーン。お、かわいい。全然時間が全然違う。6時半 OK です。ではありがとうございました。はい、ありがとうございます。
今日の1位はナンバー大好きマンさんでした。ありがとうございます。はい、ということで、はい、ありがとうございました。はい、また、夕方はまた5時半から2時間半やるのでよろしくお願いします。終わり終わりです。ごめんなさい。はい、そう、もともと1時間だったんですけど、ちょっとね、早く終わることになりました。はい、ではまた、そう、あれですね、いつ5時半、まあ、夕方終わりじゃないわ夕方頃にポストするので、はい、一応ね、ではよろしくお願いします。ではありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。じゃあまた後でもよろしくお願いします。バイバーイ。